では木箱を現場に置いたのは、もちろんアクロさんです。ロープの先に結びつけて窓から下ろすだけでいい。で、言わせておけば、この、なるほど、龍一が、いてててて、箱を持ち上げるとき、頭の位置にはばらつきがあるはずよ。ほう。そのために木箱にはある細工がされていたんです。細工？その通り。もちろんそれは、ん？ん？細工？細工？ 10 キロ？ 10 だ、中身は関係なさそうだな。鍵かかってたし。10キロ。重たいから、その木箱に突っ伏す形になる、ということかな。木箱の重さですが。重さ？記録によれば10キロだったようですね。これだけの箱を持ち上げるとしたら、あ、なるほど。しゃがんで抱え込むしかないというわけですね。その通り、箱のサイズも大きめですしね。そういえば箱の両側にはとってもついていましたな。これでお分かりでしょう。木箱を持ち上げるためにはしゃがみ込む必要があった。それならば、頭の位置は誰でもほぼ一緒になるのです。バカなぁ。ハチドリ。この人、僕の話聞いてたのかな？聞いてましたよ。読まれた。読まれたね、なるほどくん。あなたのイマジネーションにはびっくりしましたよ。イマジネーション。あなたが置いたんですか？この木箱を。何を言ってるんですか？そんなこと、不可能ですよ。なんで？なんでよ。なるほどさん、この胸像がどこにあったか、ご存知ですか？知ってる。知ってるよ、食堂のテーブルの上。それがどうかしたの？思い出してほしいんです。俺、一人じゃ宿舎から出られないんですよ。あ、それって？お分かりですか？確かに胸像を落とすことはできたかもしれません。でも、どうやって胸像を食堂から部屋まで運んだんですか？さっきルーサーが持ち上げた言うてたなぁ。ルーサーって意外と、なんかちっちゃい、なんだろう、メガネザルみたいな、コモンマーモセットみたいな猿みたいなかと思ってたけど、でかいのか？チンパンジーぐらいあるのかもしれない。大人のチンパンジー。共犯ザルはいたかもしれねえな、なるほどくん。この証人がどうやって胸像を持ち込んだというの？やっぱりそれが問題になるよな。しかし、ここはもう迷っている場面じゃない。突きつけるんだ。誇りをかけてな。では伺いましょう。胸像はどうやって食堂から証人の部屋移動したのですか？まあ、なんか光る細工をしてた、とかじゃない？猿ですか。ピカピカ光るものが大好きな、おなじみ、ルーサーくんです。確か、腹話術師の指を盗んだのでしたな。まさか、証人が猿に胸像を盗ませたというつもり？とんでもない。彼は勝手に持ち帰ったんです。自分のうちにね。自分のうちにね。ルーサーのうちは、アクロさんの部屋にあるんです。アクロさんの。はい。胸像はブロンズ製だったはずよ。光るわけが。たまには、鞭を置いて法廷記録を見るべきですね。綺麗な、トランプですね。あ、これってそうなんだ。なんか、こう、写真撮るときだけ持たしてるやつかと思ったわ。おそらくプラチナでしょう。この上なくピカピカです。うぐ、アクロさん。確かルーサーは力持ちということでしたね。この胸像を持ち帰るぐらい簡単だったのでは？それぐらい持てなかったら、俺の部屋から追い出しますよ。怖いんだが。どういう理屈だ、今のは。静粛に、カルマケンジ。問題の胸像は一体もどこにあるんですか？それは分かっていないわ。現在捜査中よ。ちょっと不思議なんですが。もしその猿が胸像を盗まなかったら、この事件はどうなっていたんでしょう？その時は、きっと他のものが凶器になったんでしょう。じゃあ、ああ、でも確かに、テューバ。テューバとかが持ち込まれてたもんな。あれ、ルーサーが持ってきてたのか。多分ね。ルーサーがたまたま盗んできたのを見て使えると思ったんだ。とにかく、
アクラさんには犯行が可能だった。これで立証できたんではないでしょうか。動機がどうこう言われるわ、これ。この後。いつもそうよ。弁護人の主張は無茶苦茶で、しかし、筋は通っています。反証しようがない。がは、惑わされてはダメ。イカ様弁護士の思うツボよ。イカ様、一番大事なことを忘れてるわ。なるほど、龍一。何のことだ？決まってるでしょ？動機？あ？現場であなたのイカ様魔術師が目撃されてること？はあ。着せたんじゃないですか？あのイカ様ピエロの証言に疑問の余地はなかったはず。確かに。どうなんですか？なるほどくん。なるほどくん、ここで負けちゃダメ。今こそ逆転のチャンスつかめ。殺人があった時、現場には二人の人物がいた。そう、被害者の立見直人、そして犯人よ。今すぐ答えてもらうわ。なるほど、龍一。ピエロが見た犯人の人影は一体誰だったというの？胸像じゃない？違う？あー、わわわ、うわわ、聞いてるのはもう一つの人影が誰だったかよ。証拠品なんて関係ない。あ、びっくりした。間違ったかと思った。それこそが最後のポイントだったんです。トミーさんが見たマックスの影。しかしそれは人間ではなかった。だな。どういうことですか？簡単なことです。トミーさんが目撃したのは胸像だったのです。そうだそうだ。何をバカな。目撃された人影はマントを着ていたのよ。マント、そんなもの胸像にだって着せられる。広げたトランプにマントは簡単に引っかかるでしょう。バカなことを一体誰が着せたというの？そんなことは大した問題じゃない。ちょっと待ちなさい、弁護人。胸像に誰がマントを着せたか？ものすごく重要な問題ではないですか？クソ、バレたか。バレたか。改めて弁護人に伺いましょう。胸像にマントを着せたその人物は一体誰ですか？え？でもマントは、え、ちょっとわかんない。マントはさ、マントは、マントは、マントは、だって、マックスが来てたんでしょ、直前まで。でもアクロじゃないの？アクロか団長？でも団長が来てた。でも、でも。殺される？殺されて、ああ、もうわかんねえ。1万円！ふう、いいかしら、なるほど、龍一。あの夜の練習で被告人はずっとマントを着ていたのよ。はあ。その人物がいつマントを手に入れることができたというの？そうなんだよね。それに、その人物はどうやって胸像にマントをかけたのかしら。現場ではそんな人物は目撃されていないのよ。ごめんなさーい。ごめんなさーい。優しく言われると、それはそれでしみるなぁ。相手！カルマ流、雨とムチ。へぇー、誰？胸像にマントを着せた。手に入れることができた。え、いつから来てた？なんで立見直人が？なんで立見直人が？って私も思っちゃうんだけど。被害者の立見直人自身だよ。その通り。彼が、被害者自身がマントを着せたというの？着せたという言い方は正確ではありませんが。引っかかった？一体どういうことですか、弁護人。説明しなさい。なるほどくん、全部わかったの。大丈夫、今までの断片をつなげれば。出来上がる絵は一つしかないからね。では、あの夜本当は何が起こったのか、ここで再現してみましょう。アクロさんはロープを使って現場に木箱をセットします。そしてそのロープを胸像に結びつけて、部屋の窓の外に吊るします。木箱の真上に落ちるように。一方団長はマックスを部屋に待たせて現場に向かいます。この時もちろん団長はマックスの衣装を身につけました。
おそらく自分の姿を見られたくなかったんでしょう。心配した通り、彼は宿舎の入り口で目撃されてしまいます。ベンさんとリロ君によって。そして団長は現場に到着。足元の木箱を持ち上げようとする。それを見計らってアクロさんはロープを解き放つ。はーん。そして、ここからいよいよ大魔術の始まりです。被害者に胸像が命中したその瞬間。引っかかったのかな、やっぱ。へぇー。へぇーっつって。ちょっと待ちなさい、なるほど、リーチ。いくらなんでも、これはないでしょ、これは。驚くのはまだ早いよ、カルマケンジ。サーカスはまだ終わらない。え？引っかかる？殴られたショックでマントは胸像に引っかかった。この時の音を聞いて窓の外を見た人物がいました。そう、ピエロのトミーさんです。トミーさんが目撃した時すでに胸像にはマントがかかっていた。さて、犯行を終えたアクロさんは当然凶器の回収にかかります。もちろん彼は胸像のマントもトミーさんが見てるのも知らない。車椅子に座っているため窓の下を見ることができないからです。彼は胸像に結びつけてあるロープを引いていきます。偶然っていうことがあるんですね。空に消えた殺人犯。これが大魔術の種明かしです。でん、でんでん、でん。てん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 。この犯行を行うことができたのは、現場の真上から凶器を落とすことができた人物。アクロさん、あなたしかいない。動機って言われる。動機って言われる。アクロさん、小鳥と戯れてるね。いい。今までの僕の推理は何だったんだ。それで、なんだと？あなたは長い物語を語った。でもそれが真実だったという証拠はあるのかしら？証拠？故障ならって？裁きの庭で発言力を持つのは証拠品とこの鞭。マジ？欲しいな。そしてもちろんこの木槌ですね。そして僕の弁護士バッジ！カルマケンチの言う通りですか？でもなるほどくん、証拠って言われても、犯行は間違いなく今説明した方法で行われた。だからトミーさんの目撃談には不自然な点があったんだよ。不自然な点?矛盾ってやつさ。じゃあそれを突きつけてやれば、なんかあったっけ？内緒話はそこまでです、弁護人。証拠を提示していただきましょう。大魔術の種明かしが真実であった証拠。何もかも、証拠な気がする。何もかも証拠な気がするけど、トミーさんが何か言ってた。トミーさんが言ってたのは、白いバラがなかったことかな？怖い。怖いけど、違うかな？マックスの3つのシンボル。シルクハットとマントと白いバラ。昨日の法廷でも何度も問題になりましたね。トミーさんの証言には2つの矛盾がありました。シルクハットの矛盾と白いバラの矛盾。さっきの種明かしならば全ての矛盾が解決します。何をバカな。現場からはマックスのシルクハットが発見されています。まあ、これは、トミーさんが昨日はっきりと証言した。そっか、被っていた。でも落っこちてるものは落っこちてる。考えられることが一つ。トミーさんが見たシルクハット、それは胸像だったのです。なるほど。そう考えれば矛盾ではなくなりますね。それならばもう一つの矛盾はどうなるの？もう一つの？あの腹話術師の証言を思い出して。彼らはマックスの胸に白いバラを目撃している。でもピエロの証言は違った。ピエロは白いバラはなかったと証言している。この矛盾も説明できるというの？できるの、なるほどくん。もちろん、すべてに説明がつきます。なんですって。もう一度、
胸像にマントンがかかる瞬間を思い出してください。想像だけどな。胸像にマントンがかかれた白いバラはどうなるか。お分かりでしょうか。マントが前から胸像にかかると、白いバラは背中側に回ってしまうのです。はわわ。だからこそトミーさんには見えなかった。白いバラは胸像の背中側に消えていたんです。なるほどな。そうなるのか。ただ、驚くべき事態ですが、弁護人の推理はまたしても無茶であるように聞こえます。しかしこれまた筋が通っている。よし、これでカルマ検事も、笑ってるね。あ、被告、笑ってるね。平和だね。まだ余裕みたいだね。なるほどさん、ちょっとよろしいでしょうか。怖、何ですか。俺たちのサーカスのことちゃんと調べてくれましたよね。ええ、そのつもりですけど。だったら分かってもらえると思うんですけど。何を。出た!動機よ、動機!この証人は、立見団長に大きな恩を感じている。サーカスの関係者ならば、誰でも知っているわ。べし、バン。そんな証人が団長を殺害するなどありえないわ。ありえない。裁判長、アクラ氏の話を聞いていただきたい。立見直人団長との関係、これまでの生活について。どうしよう。確かにアクラさん団長のことすごく尊敬してたもん。アクラさんの動機か。どうやら事件はまだ終わらないようですね。わかりました。一旦、ここで休廷、アクロさんの証言をその後聞かせてもらいます。では、これより10分間の休憩に入ります。いやー、手汗がすごいわ。続く。